東京ディズニーリゾート、ディズニーホテル、東京ディズニーランドホテル、東京ディズニーランドホテルは、千葉県浦安市にある東京ディズニーリゾート内にある、ディズニーホテルである。東京ディズニーランドホテル周辺地図あたりホテルは、ちょうどディズニーリゾートライン、東京ディズニーランドステーションを挟んで、東京ディズニーランドと向かい合う場所に位置しており、内装、外装とともに、 TDL のメインエントランスやワールドバザール、そして東京ディズニーランドステーションと同じ19世紀から20世紀にかけて流行したイギリスビクトリア常用式の建物で統一されている。これはウォルト・ディズニーがビクトリア時代の末に生まれ、その時代の価値や理想を大切にしていたことから、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートのマジック・キングダムをはじめとするディズニー・パークのホテルで、 ビクトリア常用式が採用されている流れを組んでいる。ちなみに、誤解されがちであるが、当ホテルは TDL に隣接しているものの、メインエントランスの外側に位置しており、東京ディズニーシーホテルミラコスタのような、パーク一体型ホテルではない。メインエントランスは3階に作られ、映画、ファンタジアの世界観をモチーフにした水のモニュメントが置かれる。 高さ約30メートルの天外まで吹き抜けとなったアトリウムロビー、ホテル内のガーデンに面してショップやレストランが配置されている。また宴会場やエステティックサロン、ライラックローズ、映画、ピーター・パンをコンセプトとした子供向けの屋外プール、ミスティ・マウンテンズ・プールも併設されている。日本国内のディズニーホテルで初めて導入されるキャラクタールームでは不思議の国のアリスは 桃色、白雪姫は、黄色、シンデレラは、水色、ピーターパンは、黄緑色とそれぞれの映画ごとにテーマカラーで統一され、映画の一場面を描いた絵やキャラクターが登場する、壁紙でその作品の世界観に浸れるようになっている。最高級スイート、ウォルトディズニースイートの広さは235平方メートルにも及び、これはホテルミラコスタの最高級ルーム。 イルマニーフィコスイートを大幅に上回る広さであるが、料金は、イルマニーフィコスイート同様、年間一律で一泊50万円である。客室は全客室が禁煙である。加えて一部客室には、トランドルベッドに加え、壁のくぼみを利用した、アルコーブベッドを装備する。客室や宿泊料は既存のディズニーホテルと、同水準で、2016年の、 東京ディズニーセレブレーションホテル開業後は上級クラスにあたるデラックスタイプの一つとなっている。同じ客室タイプでも宿泊日によって異なる4段階の料金となるフォーラック製が設けられているのも同様である。なお、当ホテルではディズニーホテルで実施しているブライダルパッケージディズニーフェアリーテールウェディングは開業当初実施していなかったが、 東京ディズニーランドシンデレラ城内でのブライダル、ディズニーロイヤルドリームウェディングの開始に伴い、当該プランの実施ホテルとなり、2012年4月より、ブライダルサロンが開設された。新型コロナウイルス感染症の影響による、東京ディズニーランド及び東京ディズニーシー休園に、伴い、2020年2月29日より、営業内容を変更、同年4月1日より休業。 同年6月30日15時より運営再開。2005年2月4日、アルックは新たなディズニーホテルの開発に関してディズニーと契約を締結したことを正式に発表した。この3番目のディズニーホテルの開発は、アルックが東京ディズニーリゾートをより魅力ある滞在型リゾートを目指して施設や機能を拡充し成長を図るにあたり、 宿泊環境のさらなる充実が必要との判断から検討を重ねてきたものであった。また既存の2つのディズニーホテルが共に年間を通じ90%を超える宿泊稼働率で推移するなど、ディズニーホテルに対する需要が極めて高いとの判断から今回の開発に至った。ライラックローズエステテティックサロン。2011年2月28日閉店。 ビビディバビディブティック3歳から小学6年生までの子供を対象にメイク、ヘアセット、ドレスアップを行う。ドレスはディズニープリンセスのドレスをディズニーマーカンタイルで販売しているが持ち込みも可能。マジックメモリーフォトでの記念写真撮影とドレス購入を含むセットもある。ホテル再開後の2020年6月30日以降も営業休止。 マジックメモリーフォト写真館ホテル再開後の2020年6月30日以降も営業休止。ミスティマウンテンズ、プールピーターパンをテーマにした屋外プール。ピーターパンとフック船長のトピアリーや、ドクロガンを模した装飾がある。夏季限定。宿泊者限定。ルッキンググラスギフトホテルアメニティギフト、デイリーヤマザキ取り扱い商品。 ディズニーマーカンタイル TDL の一部商品と、ホテルオリジナル商品、ドリーマーズラウンジレストランタイプイコールテーブルサービス、座席数イコール約77席、シャーウッドガーデンレストランブッフェサービス、カフェテリアサービス座席数イコール約298席、プライオリティシーティング対応感なテーブルサービス、座席数イコール約97席、プライオリティシーティング対応。ありがとうございます。